戦後解体。艦名は、矢が飛んでいる時に生じる、風のこと。ミネ風型駆逐艦として1920年7月19日、三菱長崎造船所で竣工。横須賀鎮守布石。1931年に、所属の第二駆逐隊は、第一航空船隊に編入され、翌年の第一次上海事変に参加する。1937年以降は、 駆逐艦席のまま兵装の一部を撤去し、摂津の無線操縦艦として用いられた。1940年10月11日、横浜港沖で行われた、紀元2600年特別艦艦式に摂津と共に参加。ヤカゼは第一列の末尾に、摂津は第二列に配置された。太平洋戦争が始まり標的艦が摂津一艦では足らなくなった。 また元戦艦の、セッツは18ノットと低速で、運動能力も低かったため、夜風も爆撃標的艦に改装することとなった。改装内容は並装を全廃して、上部構造物を金網で覆う等の、対爆弾防御を施した。速力は24ノット発揮できたが、元が、駆逐艦のため1キログラム円周弾に耐える程度の、簡単な防御しか施せなかった。 この時の改造では、無線操縦装置はそのまま残されたが、これは1944年10月に撤去された。1942年3月から5月にかけて改造し、7月20日に特務官に編入され、標的官に類別される。改造を終えた本艦は8月下旬に南方へ進出する。マーシャル諸島方面にて、 基地航空隊の爆撃訓練に従事中、ナグモ忠和機動部隊司令長官より、トラック白地での航空隊訓練に参加するよう、要請された。9月27日、ロイ,イ・コール・ナムル島を出発し、ミリカン賞へ向かっていた、ヤカゼは、予定を変更、水上規模艦、シニーから補給を受けた後、10月2日に、トラック白地へ到着。空母、昇格、随格、 随法の爆撃訓練に協力した。10月9日、機動部隊の爆撃訓練を終えて、タロア島へ開港され、14日から23日まで、基地航空隊の訓練に参加する。また、各地航空隊の訓練に協力するだけでなく、前線への輸送任務、護衛にも従事した。1943年3月6日、戦団護衛中か、ビエン南方で、 第34号小海艇と衝突して、艦首を失ったため、4月12日から5月22日にかけて、呉海軍交渉で修理を行った際に、簡易型艦首とした。一方、第34号小海艇はこの事故で船体が分断され、全部が沈没、後部が大破し、衛星の栄光でトラックに入港した。修理中の6月1日、 小川峰一連合艦隊長官より第一基地航空部隊編入と7月のマーシャル方面部隊訓練8月ラバウル方面部隊訓練に従事するよう加齢される6月艦長となった桜庭は夜風庭法が搭載されていなかったことから潜水艦対策として木造の偽法を作らせ全艦パンと五艦パンに配置した6月10日に クレオ出発、途中まで、マヤマル、アキツマル、リョウミズマルを護衛した後、6月18日ルオットへ到着。以後、サイパンやギルバート方面で訓練に従事した。8月13日、サイパンを出港し、輸送船5、5スマルを護衛して、サイパン入港。8月31日、サイパン出港。途中で輸送船、富士山丸、東亜丸。 給油艦、鶴見、駆逐艦、玉波と合流し9月2日にトラック到着。同地で、機動部隊の訓練標的を務めた。9月12日、訓練中に、昇格の戦闘機1機が、夜風の前歩柱しらに衝突し、搭乗員が死亡するという事故が発生した。9月20日、機動部隊に編入。10月18日、輸送船。 東亜丸を護衛して、エニウェ特へ向け出航。10月21日、エニウェ特到着。10月30日、トラックに戻った。同日、機動部隊から除かれ、連合艦隊付属となり、輸送船、宝洋丸と、原洋丸のトラックからシンガポールまでの護衛が、命じられた。11月5日、トラック出航。1月6日、船団は、アメリカ潜水艦。 ハダックの襲撃を受けた。砲撃を受けていたさなかに、ヤカゼは12ノットで、原用丸の右玄後部に衝突し、艦首が折れ曲がった。続いて、宝広島ルが、ひかみなりし、ヤカゼでも、来席を認めたが、それは、ヤカゼの艦艇を通過した。ヤカゼは、爆雷攻撃を行うとともに、宝広島ル上位を収容。その後、現場に到着した。 軽巡洋艦ながらに、法広島る乗員を移し、輸送船、金城丸に伴われて、トラックへと向かった。11月7日、トラック到着。同地で修理を行った。1944年2月7日、トラック発の船団を越えして内地へ向かい、2月27日に、呉に入港した。その後は、北海道方面など内地で、 爆撃訓練に従事した。1945年7月18日横須賀港港海に渓流中に敵艦載機の攻撃を受ける。隣の艦が直撃弾を受けた際に爆風や破片により損傷し、すぐに修理されたがそのまま終戦を迎えた。9月15日除籍戦後は長浦湾に渓流されていたが浸水により着底 1948年7月から9月にかけて解体された。客中なき限り、艦長たちの軍艦誌224から225ページによる。山田松次郎少佐。1920年3月1日から1920年6月19日。山田松次郎少佐。1920年6月19日。山田松次郎少佐。 1920年6月19日から1920年12月1日、植松錬馬小佐。1920年12月1日から1921年12月1日、植松錬馬中佐。1921年12月1日から1922年12月1日、石川哲志郎小佐。 1922年12月1日から1923年12月1日、石川哲史郎。中佐、1923年12月1日から1924年2月5日、保存定一少佐。1924年2月5日から1924年12月1日、若木元継ぐ賞佐。 1924年12月1日から1925年12月1日、鈴木清志中佐。1925年12月1日から1926年10月15日、南馬聖小佐。1926年10月15日から1927年12月1日、古瀬倉造小佐。 1927年12月1日から1929年11月30日1929年4月10日より予備官。田原義雄少佐1929年11月30日から1931年10月31日。無田口角尾少佐 1931年10月31日から1934年11月1日、吉田義幸少佐。1934年11月1日から1935年12月11日、1935年7月18日より、予備官、白石長吉少佐。1935年12月11日から1936年6月15日。 亀山ポー五郎中佐。1936年6月15日から1937年3月1日。高尾木六中佐。1937年3月1日から1937年11月15日。海藤慶六少佐。中佐。1937年11月15日から1937年12月1日。久保田里市中佐。 1937年12月1日から1938年4月15日、白石長吉少佐、中佐。1938年4月15日から1938年11月25日、藤田勇少佐。1938年11月25日から1939年11月15日、大河原はじめ少佐。 1939年11月15日から1939年12月1日。頑丈次一少佐1939年12月1日から1940年1月25日。菅原六郎少佐1940年1月25日から1940年11月15日。高塚実署賞作。 1940年11月15日から1941年7月25日、橋本正夫少佐、1941年7月25日、土橋強志みの中佐、1942年6月27日、青野茂雄大、尉、少佐、1942年7月10日、特務官庁、1942年7月20日から1943年6月7日、 桜庭9エモニ少佐、1943年6月7日、事件人一少佐、1943年12月15日から1944年7月15日、石森茂雄大尉、少佐、就任年月日不明から1945年6月15日、庭正幸大尉、1945年6月15日、 19万4405特務艦宮風戦時、日誌戦闘商法画像15の1945年5月の戦時日誌によると、1945年5月9日から16日の工事で2 5ト、mm、ル単装機銃2丁を搭載。動画像30の1945年7月18日の戦闘商法には、本艦装備並走2 5トル単装2機、 1 3トル連装一気に、してとある。石森茂雄大尉少佐の就任発令は見つかっていない。なお、特務官や風戦時に一の石森特務官長の記事中に、任少佐5月1日海軍省の記述があり、退任時の階級も海軍少佐であるため、大尉で特務官長に補えされ在任中に少佐に昇進したことは判明している。 ありがとうございます。